はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨツキチャンネル、ウェブ主のピヨタです。さあ今回もレミリアと3つのとやっていきましょう。今回も第9ステージ目。最近なんか連続でですね、結構惜しいとこまでいけるようになりましたよね。進歩ですか？かなりの進歩ですか？ですね、そこの何回か行けるまでの進歩云々はですね、多分かなり成長してると思いますが、残念ながらね、他に死んでいるあまたのところは、まあ、技術的なものは進歩していないですかね。あんまりレミア落としとかそういう系のものはなんかもう目に見えて進歩したんですけど、ああいう系のものはもともと初期配置がね決まってるんでいいんですけど、ランダム要素がここまで強く出てくるこのゲームだとでですね、かなりきついもんなんですよね。ひどいひどい。もうなんか、なんていうか、なんとも言えないぐらい、じゃあ何言うなって感じですけど、もうなんか、どんだけ下手なんだっていうね。パート数52。本当に長いです。この長さは何のためにあったのか、ほぼすべて、このステージの雑談と告知で消えましたよね。30パートぐらいそれで消えてるんじゃないですかね。もう笑うしかないですけど、30パートが、このステージと雑談、あと、ゆっくりとかのお知らせ、そんなもので消えましたよね。もはやお知らせ枠、そう言っても過言ではないのでしょうか。聞いても意味ないか。他に喋ることはですね、なんか最近また YouTube の、YouTube じゃない、YouTube の動画投稿者さんの間の中で、結構、動画をアップし始めた人たちの間とかですね、の方でですね、ツイッターのタグの方がちょっとまた流行ってきてるみたいですね。リツイートした人の、チャンネルの動画を見に行って面白かったらチャンネル登録をする、そちらの方なんですけどもね、まあ僕もリツイートはしてます。まあ登録者増えると嬉しいですから、単純に。まあちょっとずるい気もしますが、リツイートはしております。リツイートされてその方が見ても面白いとは言える動画を、作ろうとは思っております。でですね、そのタグの方でちょっと見かけたものがありましてね、それを一言言っておきたいなということがありまして、現在話しております。まあ何かというとですね、タグ付けっていうものがありまして、そのタグというシャープ何々っていう感じでタグが付けられるんですよ。そうするとですね、チャンネル、相互チャンネル登録っていうものがタグでありまして、また、そこの、リツイートした人の動画を見に行って、面白かったらコメントとかチャンネル登録をしていくみたいな、そういうタグの中でですね、そこの本文の方に、ツイッターの本文の方に、登録してくれたら登録をするっていうことを書いてある方がいるんですよ、何人か。でですね、結構有名なゆっくり実況者さんがツイッターで喋ってたんで、僕もあんまりその本量的なものは知らないんですけども、 YouTube はですね、体制が変わるようでですね、相互チャンネル登録というものは規約違反に当たるようなんですよ。まあ別に規約違反だからその人たちを責めるっていうわけはありませんよ。 YouTube の規約なんて真面目にあれなかったらしい規約を読む人は少ないと思います。実際僕も最初の数行読んだあたりから読んでないですから、まあそこを読んでないのを責めるつもりも何もありませんけども、まあそういうことがありますよっていうことを伝えておきたかったんですよね。まあ知らないとね、相互でチャンネル登録するよっていう、ちょっと僕はそれは残念ながらリツイートしないんですけども、元から僕はそれ自体をリツイートしないっていうのがそうなんですけども、まあね、タグの絶対リツイートしたら登録するとか言っている人とかリツイートしちゃうんですけども、まあ面白いものがね、動画が出せないと絶対登録をされた後もすぐ解除されるっていうことは分かってるんですよ。なんかここ最近チャンネル登録増えては減って増えては減ってみたいな感じで、
125人ぐらいね、ずーっと右往左往してるわけですけども、それでわかるんですよ。面白い動画ってね、出してる人ってチャンネル登録、そういうきっかけです。チャンネル登録をしたという場合でもですね、絶対解除されないっていうことのはずなんですよ。でも解除をされている、つまりは僕が面白い動画を出せていないということになるわけですよ。まあ毎日投稿シリーズとして出してたり、3日投稿シリーズ、1週間投稿シリーズみたいな感じで、ね、毎回毎回出しておりますが、まあそこのところでですね、面白い動画出せてたら絶対、解除しないはずなんです。どんだけね、きっかけが悪かろうが良かろうがみたいなことがあっても絶対解除自体はしないはずなんですけども、解除がされている、これはどういうことなんだと言われますと、まあ面白くない、その一点っていうことですよね。で、ですね、考えた結果、まあ僕のね、動画の数が多いんで、面白い動画自体は多分何個かはあると思います。なんか自分で言うのもなんですけども、絶対、投稿しているね、150本くらいの動画の中には絶対面白い動画あるはずなんですよ。でもその面白い動画がどこにあるかって自分でも把握してないですし、さらに言えばですね、面白い動画、それを毎回毎回撮れてない自分の方にもあると思います。なのでもうチャンネル登録は登録されても解除されることはですね、僕の力不足ということなので、絶対ね、解除してこのクソ野郎みたいな、そんな責めることはないです。またはね、チャンネル登録して、Twitter の方とかのさっきのタグの話なんですけども、チャンネル登録をコメントっていうことなんで、コメントの方でですね、ここをこうした方がいいとか、なんでこんなことがわかんないんだバカみたいな、そんな感じのこともですね、飛んでくるとは思います。人間いろいろいますから、人を煽ることでしか生きられない人もいます。ゲーム、なんかインターネット上でね、絶対います。そんな人はまあ他人がね、反応が返ってくるのを見るのが楽しいんですよ。いじめるよりも、いじめた後に言い返してきて、そこから相手を叩きのめすのが好きな人なんですよ。そういう人に対しては絶対反応はしないか、もうなんか怒っててもまとえてたらですね、バカにしてるようなやつでも、ああ確かにって思ったら、素直にお礼は言います。こっちが口で荒げるなんてことはほぼないと思います。明らかに理不尽なものが来たらさすがにね、さすがに言いますけども、まあそういうことですね。雑なやつでもちゃんと動画を見てくださって、さらにそれに対してここはおかしいだろうって言ってるって方は、ちゃんと私の動画を見てくれてるっていうわけですから、もうそれは感謝しかないですよ。そこでの問題点を指摘してくれてるわけですよ。今後の改善点にという、そういう新たな一歩を踏み出せるチャンスをその方は与えてくださるっていう、まあいい方っていうことですよ。そんな方に、文句を言われたっていう風に思うんじゃなくて、これはちょっと口が荒いけどアドバイスなんだっていう風に思うことが大事だと思います。それで抑えきれなくなったら爆発しますけどね。よいしょ。ま、ですね、この動画をもしそのタグ、Twitter のタグの方でリツイートして見ている方、ここまで見ている方がいるならばですね、一応言っておきます。こちらの動画は、ステージ自体をほぼクリアすることはありません。毎回毎回それだけはあらかじめ言っておきます。あと10分で終わりますので、もうそろそろで、あと30秒ぐらいで、ラストレミリアというね、ラスレミコールをするっていう、こいつがラストのレミリアだよっていうステージ、それがフロアを5以上上がった場合、そちらの方で動画を締めさせていただきます。まあ、初見の方にはね、分かりやすくしますけど、こちらの方は、まあ、いわゆるクソ動画というやつです。はい。もし面白い方の動画を、まあこっちよりも面白いのは毎日投稿の、こちらは裏シリーズなんですけど、表シリーズ、本日から新しく始まりました、
東方口寄せの方をご視聴よろしくお願いいたします。ね、ここまで言って見てくださってるのに、そんなのないぜみたいなことがあって見ない方もいると思いますが、まあ5分くらいの動画です。5、6分ですから、そちらの方もよければご視聴よろしくお願いいたします。では、こちらの方でですね、ラストレメディアコールをさせていただきます。ということで、ここはもうガチですけども、ガチでいきますけどもね、それでもクリアできるかって言われたら、怪しいのがこういうことなんです。ね。ということで、ラストレメディアコールしたので、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回ね、24時間後ぐらい、また明日投稿していきますので、その時もよければご視聴よろしくお願いいたします。では、じゃあね。